はい、します。はい、どうぞ。はい、2000円お願いします。まっすぐ進んで70メートルくらいの短い展示場になりますので、説明放送に合わせてゆっくり進んでまいります。天津道交というトンネルが1番目のトンネルになります。そして2番目に作業口を掘りまして、作業口を起点として一番最後に列車が走っている大きいトンネル本港を掘り進めるというイメージのパネルになっております。トンネルの中にそのような場所が2か所設置をされております。はい、
梁山泊に集う108人の豪傑の九文竜四神と露地神はその主たる登場人物です。九文竜は全身に9匹の竜の入れ墨を入れ武勇に秀でており、露地神は身の丈7尺もの巨漢で気性は荒いが異教師の持ち主、背中に100貫の入れ墨がある最高性を成敗したまでです。ライトを出る北村麻子さん制作です。ライトを司さるのか、ライトは太鼓を取り合わせて雷鳴を届かせ悪事を犯した者に雷を落とします。ライトを妻とされる電波は2枚の鏡から光る
ご利用のお客様へご案内申し上げます。来ていただいて左側2番乗り場です。はい、ありがとうございました。